尼崎北署は10日、暴行の疑いで、兵庫県尼崎市の会社員の男、39、を逮捕した。逮捕容疑は、10日午前1時前、同市立花町のうどん店で、食べていたうどんの出汁が少なくなり、出してほしい、と店長、61、に頼んだところ断られたため、店長の腕をつかみ、店のカウンターに押し付けた疑い。同署によると、男は共に来店した女性と1杯のうどんを一緒に食べていた。調べに対し、容疑を認めているという。